整備士あるある、ご用命、雨漏りしている、診断編、新人、何々、女子たちの足元が濡れている、雨漏りしてないか見てほしい、雨漏りか、とりあえず車に水ぶっかけて確かめてみよう、中堅、待て、またお客さんの言うことだけ飲みにしてる、水ぶっかける前に本当に雨漏れかの確認な、よくあるのはドレンホースのゴミの詰まりだよね、サンルーフ車とかルーフの溝に溜まった水を排出するためのドレンホース、あとエアコンを使った時に除湿されて溜まった水を排出するためのドレンホース、これらはゴミが詰まりやすくてちょうど足元に水溜まりができやすいから最初に点検しておいた方がいいよ、あとこの間あったのは窓ガラスを帳焼きにして放置してるお客さん、バイザーついてるって言っても強風だったら普通に侵入してくるからね、点検方法も闇雲に水かければいいってもんでもないし、方法はベテランに聞いてみて、ベテラン、いや分からん、いやそんなんでは終わらせられへん、え、でもオチはええから、たまには真面目に教えろ。点検方法、まずブロワー法ってやり方っすね。石鹸水を水が侵入してきそうなところに吹きかけといて、密閉して外気導入、エアコン風量マックスな、腕は拭いてないか確認、内張りとか邪魔してそうな時は外しといてな、これで場所特定できるなら話早いし最初にしとき、次はエアガン法な、直接室内の内側から怪しいところをエアガンで拭いてみて泡立ってないか確認してな、それでもよくわからん時は水ぶっかけて確認してみ、雨漏りしてきてる水もどんな水なのか、どの水やったらフロアから巻き込んで侵入してきてるとかあるから要チェックや、ホレミ落ちないやん。